サージョン・フランクリンはイギリスの海軍将校で北極体験家、王立地理教官員、カナダ北極圏の北西航路を開拓する探検の途上で行方を立つ。フランクリンが1847年6月11日に死亡していたことが1859年の捜索で確認されている。その他の乗組員も全員遭難したものと推測されている。 故郷林間シャー州スピルズバイに立つ銅像。フランクリンは1786年、林間シャー州スピルズビーに生まれ、ラウスの公立中学で学んだ。織物賞で成功した家の12人兄弟の9番目で、あり、姉妹には、後のエミリー・テニソンの母がいる。フランクリンは、海軍職を決意する。父親も当初は、反対したものの、しぶしぶ商船での試験公開を許した。 幼いフランクリンはさらに決意を強め、そのため彼が14歳の時、父親は海軍の軍艦 HMS、ポリフィーマスへ任艦させた。その後フランクリンは1801年にコッペンハーゲンの海戦に赴き、さらに叔父であるマシューフリンダースの軍艦 HMS、インベスティゲーターによるオーストラリア沿岸探検に同行した後、再び、 ナポレオン戦争に従事し、1805年には軍艦 HMS ベレロフォンに乗り組んでトランファルガーの海戦に参加した。1815年にニューオーリンズの戦いにも加わっている。1818 18年に初めてジョン・ロスキカで北極圏を遠征し、会議として見込まれるようになる。1819年から1822年にかけて、 カナダ北西巡州のコッパーマイン側に沿った地域の徒歩探検で、フランクリンは探検隊20人のうち9人を失うという浮き目に遭う。ほとんどは合詞だったが、一件の殺人及び人肉食が指摘されている。生存者は地類を食べ、川のブーツまで食べようと試みたという。このためフランクリンは、ブーツを食べた男の名で呼ばれた。本国に帰還した後、 フランクリンは1823年に詩人のエリナー・ポルドンと結婚した。彼女の健康を案じて、次の北極探検を思いとどまるフランクリンを解き伏せた後間もなく、彼女は1825年に結核で亡くなった。1825年にフランクリンは二度目のカナダ探検を行った。目標はカナダのマッケンジー川の川口から沿岸を西に向かって進み、 ベーリング海峡を通過して、東から航海を行う、フレデリック・ウィリアム・ビーチーが率いるブラッサム号と合流することであった。同時に、ジョン・リチャードソンは、マッケンジー側から、コッパーマイン側へ東に進み大西洋から、航海してくるウィリアム・エドワード・パリーとの合流を、目指した。1825年に、通常のハドソン湾会社の航路を使って、グレートスレーブ湖に達し、 フランクリンは、マッケンジー川を1000マイル下る、偵察旅行を行い、1825年8月、マッケンジー川川口に達し、ここを訪れた2番目のヨーロッパ人となった。パリーアテの目印の旗を立てて、手紙を埋め、越冬のためにグレートベア湖畔のフランクリン砦に、戻った。翌年の夏、マッケンジー川河口を下ると、海は凍結しており、西に、 数百マイル進むが、1826年8月16日、ポイントバローの東150マイルの地点で、それ以上の精神を断念した。9月21日にフランクリン取り出に戻った。1827年2月に、アサバスカ湖畔の方とチッポワヨンに移った後、9月1日に、イギリスに戻った。1828年にはジョージ4世によって、ナイトシャクに除せられ、 また同じ年に、ジェーン・グリフィンと再婚。1836年には、タスマニア副総督に就任するが、流刑植民地を改革しようとした試みなどによって、1843年に失脚している。もっともタスマニアでは、彼の死に際して、ホバートのフランクリンスクエアに銅像が立つほど、広く親しまれていた。フランクリンの最後の北極遠征によって、 北極沿岸の調査は、未踏の海岸線を 500km 足らず、残すのみとなっていた。いよいよ北西航路を完成するため十分な装備を持った北極探検隊が送られることが決まった。フランクリンは探検隊の指揮官を熱望し、1845年2月7日に、拝命。同年5月19日、軍艦 HMS エレバス、軍艦 HMS テラーで出発した。 二席は頑丈な作りで快適な船員生活のためスチーム暖房が備えられ、大量の読み物や学習資料、三年分相当の保存食料が支給されていた。この保存食には伝統的な保存方法によるものと缶詰とがあったが、後者については特化販売業者であるステファンゴールドナーから供給された。不幸なことに、 ゴールドナーが本件を受注したのは後悔のわずか数ヶ月前のことだったため彼の優れた特許製法にもかかわらず何千個もの缶詰を準備する際の時間不足により内側のハンダ付けが雑になりハンダに含まれる鉛が内容物に溶け込むことになったさらにこの缶詰に肉を納入した業者が実は悪徳業者で納入したうちの千個以上の缶は 腐った肉やおがくず、小石などを詰めて、目方をごまかしたものであり、食料としては全く役に立たない代物であった。このため、実際に使える食料は見た目よりも、はるかに少なく、食べられても鉛が溶け込んだものが多かったことが後に、分かっている。乗組員のほとんどは、イギリス人であり、多くは、イングランド北部出身だった。少数のアイルランド人とスコットランド人も、含まれていた。 彼らは海軍本部により、直々に選抜され、高級が与えられた。フランクリンの探検隊は1845年5月19日、生戦された134人の隊員をもって、イギリスのグリーンハイスを出港した。船隊はそこからアバディーンへ北上し、補給品を積載した。この際、グラハム号は隊員は、HMS エレバスに密かに持ち込まれていたすべての、 種類を処分させたと言われる。船は、スコットランドからグリーンランドへ向かい、この間は HMS、ラトラーと輸送船、バレットジュニアも同行した。グリーンランドでは、ディスコ島のホワイトフィッシュワンの位置を誤認したため、一時航路を引き返すなどしたが、最終的に許可北の道地に停泊した。そこで輸送船から物資を下ろし、新鮮な肉を得るために連れてこられていた家畜を屠殺し、 科学的観測を行い、新型の膨張式、ゴムボートを試験し、故郷に宛てた最後の手紙を書いた。彼らは文明を最終的に後にし出発するのに、先立って5人の隊員が任務を解かれ、ラトラート・バレット・ジュニアによって帰国した。モテ隊員総数は129名となった。1845年7月26日、グリーンランド北西部のメルビル湾において、捕鯨船、 プリンス・オブ・ウェールズのダネット船長は氷山にもや様付けした船体を見た。ヨーロッパ人が一行を目撃したのは、これが最後だった。フランクリン夫人、j n b ー島の暴表その後2年経っても、探検隊からの連絡はなく、フランクリン夫人は海軍省に捜索隊の派遣を要請した。海軍にとっては、かつて失った。 最も大きな探検隊となったが、一行が3年分の物資を持っていたことから、捜索隊の派遣は1年間見送られ、なおかつ探検の成功に2万ポンドの報酬が用意された。これは当時としては破格であり、フランクリンの行方不明はさらに大衆の想像力をかき立てた。一時は10隻ものイギリス艦、2隻のアメリカ艦が北極に向かった。 フランクリンと彼の運命を歌った民謡が流行ったりもした。レディー・フランクリン、エス・ラメントは、失った音を探し求めるフランクリン夫人を記念した歌である。1850年の夏、創作隊のいくつかが立ち寄ったウェリントン海峡のビーチ島で、フランクリン探検隊の最初の遺物、1846年に死亡した3人の男の墓を発見した。 しかしここには捜索隊のさらなる手がかりとなるようなフランクリン隊による頼りは残されていなかった。隊員の遺体は糖度の中で保存されており、検視によって死因は結核であることが分かった。1854年にジョン・レイの探検隊はフランクリン隊の末路を示す重要な証拠を発見した。レイは必ずしもフランクリン隊を探していたわけではなく、むしろ ハドソン湾会社の代表として、ブーシア半島を探検していたのだが、この旅の途上で例はイヌイットからバック、川口近くで35から40人ぐらいの白人集団が飢えて死んだという話を聞く。イヌイットはさらに、フランクリンや部下たちの持ち物と確認できる数多くの遺品を示した。フランクリン隊の隊員が残したメモ。 1847年夏及び1848年春の日付の記述がある。フランクリン夫人はフランシス・レオポルド・マクリントックに新たに捜索隊を任せ、例の報告を調査させた。1859年夏、マクリントック隊はキング・ウィリアム島でケアンの中からフランクリンの死亡日付が記されたメモを発見する。 このメモは1847年5月24日及び1848年4月25日付の記載があるもので、1847年に記載された部分には全員無事である記述がある。ところが、後フランクリン隊の副指揮官に追記された1848年の記載においては、氷に閉じ込められた船の中で船員が多数死亡し、 フランクリンも1847年6月11日に死亡105名の生存者は船を捨ててバック川を目指し南下したことを伝えている。マクリントックはさらにいくつかの遺体、驚くべき量の廃棄された装備品を見つけ、イヌイットから探検隊の悲惨な最後についてさらに詳しく聞いた。1869年にはチャールズ・フランシス・ホールが キング・ウィリアム等のイヌイットに広く、聞き取りを行った。イヌイットが語ったところによると、島南部のテラー湾の砂地に、テントが張ったままの宿営アートがあり、骨周りの剣を除いて、全く肉のない多数の骸骨が見つかった。ノコギリで骨を切断した後や穴の開けられた、頭蓋骨があったという。本や、文書類も多くあったが、イヌイットが、子供の玩具として持って帰り、 破り捨てられたため失われたという。また、宿営地の近くには一層の船が見つかり、六材や板材の他に、こちらにも多数の骸骨があったという。フランクリンの失われた、航海の推定ルート。1845年夏グリーンランドのディスコ湾ンからビーチー島に向かい、コーンボリストを周回した。翌1846年夏 プリンス・オブ・ウェールズ島とサマーセット島の間のピール海峡を下ってブーシア半島の西へ出てキング・ウィリアム島近くに至ったが降臨に閉じ込められた。フランクリン隊の遭難にはいくつかの事実が寄与している。まずフランクリンは保守的な教養を持ち不適切な状況で無駄な儀式的な観光を行うことがあった。例えば彼と部下たちは 銀の食器類や水晶船付きのガラス瓶、その他探検に無関係な個人的な所有物を多く持ち込んでおり、船を放棄した後にさえそれらの重い備品の多くを携えて持ち運ぼうとした。また彼らは生存手段を先住民に学ぶことを良しとしなかったか、あるいはできなかった。さらに彼らの遠征は海軍によるもので、船員の誰も厚いブーツや防寒服を持っていないなど、 陸上徒歩を前提にした装備ではなかったこともある。一行の船は1846年の夏に氷が溶けるまで航路を凍結していた異常な寒さのために2頭の間氷に閉ざされてしまった。缶詰食料の密封に用いられたハンや船にあった清水供給装置の鉛中毒から来る精神的影響によって隊員の指揮と結束は崩れたとされる。 これは1980年代になって、アルバータ大学の ONBT 博士の研究によって、探検隊員の遺体の骨格及び南部組織から、鉛が認められたことで明らかになっている。また最初の2年で、解決病を予防するレモンジュースが、その機能を失い、そのため彼らは出血障害で衰弱していった。イヌイットの目撃証言によれば、隊員たちは、解血病に、 典型的な黒ずんだ唇、皮膚のただれを発症していた。乗組員のうち数人の骨格には切断の形跡があった。これは過酷を極める状況下で人肉食に頼らざるを得なかったことを示している。つまるところずさんな計画、悪天候、有害な食料、そして最終的には飢えなど複合的な原因によって彼らは死んでいったようだ。 ロンドンに立つフランクリンの銅像をしかしながらその後の長きにわたって王朝時代のメディアはフランクリンを隊員を率いて北西航路を探求した英雄として描写し続けた。フランクリン夫人の働きかけもあって失望させるような死に際の話は抑えられフランクリンは英雄に祭り上げられた。彼の故郷に建てられた銅像にはジョン・フランクリン教北西航路の発見者という ヒ文が刻まれ、ロンドンのアセニアムのそばとタスマニアにも同様のヒ文とと共にフランクリンの像が据えられた。また、現在のオーストラリアドルが導入される以前に流通していたオーストラリアポンドの5ポンド紙幣にはフランクリンの肖像が使用されていた。一方で、フランクリンが英雄視されたのは彼の多くの業績によるものという見方もあり、彼が 北西航路を冠水しようという勇敢な試みのために死んでいったという事実は、公における彼の立場を守ることになった。人肉食の可能性を含めた探検隊の末路もその日の新聞市場で抑制されることなく広く報じられ、議論の対象にもなっている。フランクリンの最後の探検には未だ多くの謎が残されている。この顛末をもとに、米国作家団シモンズが、 ザテラー極北の恐怖という冒険ホラー小説を上司している。2008年以降、カナダ政府は行方不明になった英海軍艦船 HMS エレバス及び HMS テラーの発見に向け大規模な北極海の海底調査活動を6回にわたって実施していたが、2014年9月7日にそのうちの一隻をビクトリア海峡の海底で発見したことをカナダ首相 スティーブン・ハーパーが9日に発表した。その後の調査で発見された船は HMS エレバスであることが分かった。2016年に HMS テラーの残骸がキング・ウィリアム島にある同盟のテラー湾で発見されている。上村直樹はその著書の中でフランクリンの大遭難はフランクリンらが現地のエスキモーが有する狩りや生活の知恵に学ばず。 西欧的な生活流儀に固執したゆえに自ら、招いた惨事であるとして批判している。ノース、J.E., ナラティブ・オブ・ザ・セカンド・アークティック・エクスペディション・メイド・バイ、チャールズ・カイ・ホール・ピアニッシモ、405、1846年に、行方不明の A 北極探検船、カナダ調査団が発見。アフプブニュース、2014年9月11日閲覧。19世紀に、 北極海に沈んだ探検船の内部が明らかにナショナルジオグラフィック日本版サイト2015.101419世紀に消えた北極探検船テラー号をついに発見ナショナルジオグラフィック日本版サイト2016.0916ありがとうございます